カラビナカラビナは固定具の一種。開閉できる部品が付いた金属リングである。本来は銃をベルトに下げるための器具であり、カレブナーヘイコンイコールカラビナハーケンという語源にそれが残っている。現在は主に登山に使われる。ロープとハーネス、ハーケンやクライミングチョックなどの視点を素早く確実に繋ぐことができる。ジュラルミン製が主流である。 1616 16年のクリグスコーンストズ・プフェドには、カラビナのような器具が登場する。ただし、機構の説明は断片的で、詳細は不明である。1785年のオコナミスインスイクリップディには、カラビナハーケンとして、現在のものと基本的には同じ機構が開設されている。登山に、カラビナが使われる前は、ハーケンで体を確保するのに、 体に結びつけたザイルを一時解いて、ハーケンの缶や穴に通すという、極めて面倒で危険なことをやっていた。補助ロープで作った輪をかけて、ハーケンとザイルを接続する方法も取られ、この輪を大きめに作って、輪抜けと称して、体ごとくぐり抜けるという、今から考えると間抜けなことを大真面目にやった人も、いた。カラビナのズ入リ解説が、初めて現れるのは1853年の、 ベルリン消防隊の観光物でベルリンベルトフックと呼ばれていた。その後、軽量化されたマギウス製ウルムベルトフックが使用された。演習中の消防隊員がこのような仕方の輪をベルトに装着しているのを見た。オットー・ヘルツオークはこれを登山用に使うことを思いつき、実際の登範に使えるよう改良した。ハンス・ディュルファーも1910年にはこれを使った。 確保方法を考え出した。ハンス・フィーヒトルも参考には必ず傾向したが、現在のように多数でなく2個だけであったという。しかしハーケイやカラビナを使用することを拒否した者もいて、特にパウル・プロイスは突然襲いかかってくる危険に際してのみ、その使用が正当化されるとしていたが1913年に追試した。 心情こそ違いど親友だったハンス・デュルファーはその墓の前で子供のように泣いたという。カラビナが使われるようになると、その便利さと安全性はすぐに了解され、急速に普及、岩登りを大きく発展させた。ミュンヘンで1913年に開店したスポーツ店、シュスターは登山者の要求に極めて好意的に理解を示して、カラビナを含むいろいろな登山用具を提供した。 1921年にはニッケルトキンをし、1935年には不必要なゲート界を防ぐ安全装置付きカラビナを発売している。実物が手に入らず開閉部の仕組みがわからなかったため、日本での生産はかなり遅れた。ロッククライミングクラブのユムラという人物が1923年に初めて試作したが、この時点ではバネが内蔵されている。 ヨーロッパ製と違い、いちいちネジを外す形式だったため手間がかかり、またネジを落とさないよう最新の注意を必要とした。登山、救助用のカラビナには、基本的に3種類ある。特殊な例だが、ビアフェラー対応の鍵、オートロック式安全管を持った開口幅の広い、カラビナもある。強度イコール縦 25KN、横 10KN、オープン 8KN。 カラビナの開口部の安全感も、基本的に3種類ある。ペツル製を例に挙げると、キーホルダー用など、登山に使うことを想定していない、耐久性、強度が弱いカラビナも販売されているので、購入の際には注意する必要がある。カラビナの強度は、主にカラビナ本体に刻印されている。単位は性荷重を想定した、KN で示され、衝撃荷重ではないことに注意が必要である。 また、刻印された強度は破断強度であり、その値で破断するということを示している。ありがとうございます。